アレンジマッチプレー対決負けないよっていう勝たせていただきたいと思います。今回賞金を提供してくださるのはスイング改造ノウハウが盛りだくさんマイケル長谷川さんです。勝ったら5万円負けたら0円田中由紀選手対藤井美里選手、はい、リンゴルフアレンジマッチプレー対決よろしくお願いします。お願いします。お次で遅かった。これなんか左行っちゃいましたよね。左行っちゃうのよ。いや本当はまっすぐじゃないと距離的に行きづらいの多分。でもめちゃめちゃ先ぐらい。ピーマーク自体があの左の高い木ぐらい。素直に行ったっていうね。ピーマークに素直になってた。素直に行きました。そう、ここね、なんかちょっと立ちづらいんですよ。だからあえて左端に立って、うん、あそうだよね、ちょっと左消す感じ、ね、あ左を消して打つんだ、うん、もうちょっとね、お告げ早めにいやでも、うん、いや信じるものは救われるティーグランドに素直に立った、信じたまあね、アウトじゃないから多分セーフだから、うん、さあここからどんなドラマが巻き起こされるか。まあ、あと3ホールだから、ね、いやそうなんですよ。これが16から18の3ホールで最終ホールにかけるしかないよ。もうジャラジャラじゃなくて2倍ジャリンジャリンジャラジャラジャラは大丈夫だ。大丈夫大丈夫ありました。よかった。ね、それはわかる。メカンなピビっていうのはメカン100メソクだと135のアゲンスト、うん、そうですね。信じていってみようということで一番アイアンですよ。メカン野生の感じ、うん、本当にやんかった。野生の感いいんじゃない。風は大丈夫、風には負けてない。おー近いよ。おーやばい、ナイス。全然見えてる。結構緊急事態宣言です。緊急事態宣言どうする。
とステイホームします。カートに戻る。じゃあカートに戻る。ステイホームします。ミュさん全然見えてないんですよ。いやめっちゃいいよ。ちょっと何ですか、何フィーバーしてんの。ちょっと行っちゃってない。乗りながらいいんじゃないの、ちょっと田中ち、うん、もう練習したんでちょっとそろそろ圧思いっきり仕掛け始めるちょっとさやばいよ。アンダーの世界ですよちょっと圧が足りなかったっぽいでもナイスナイスバーディー上からジャストでしたからね。でもすごい田中選手、田中選手すごいですね。逆圧かけられてますすいません先輩。また2ポイントゲットされちゃいました。ゲットしちゃいました。いや今のパッティングはでもすごい、うん、今のパッティングは、うん、最近の中でも一番いい、一番いい、うん、スライスラインが嫌い。あ、そう。左にあんまり向けなくて。へえ、今もスライスライン。今もね。あれ、でもさっきもさ良かったやつスライスラインいい感じだったよね。だいたいスライスラインが入るときは、うん、ティーショットがドローしなかったりとか、うん、なんかそっちにちょっと引っ張られちゃったりとかで、うんうん、なんだけどなんか今日は別に知らない、なんか知らないけどスライスラインのタッチがあるっていうなるほどね。田中選手が今5ポイントなんですよね、はい、藤井選手1ポイント、はい、ってことは、うん、マストバーディーバーディーぐらいの、バーディーバーディーだったら勝てますね。緊急事態です。バーディーバーディーでバーディーじゃなければねそうですよね。ちょっと余計なことしないでそう、とりあえずこのショートバーディー取っていかないときついですね。きついですね。かなりかなり30ヤード、一番アイアン。
急に何か記憶がよみがえった。こうなってるあれ大丈夫かな。はい、いよいよ突入しちゃいました。突入しちゃうんですけど、はい、でもこれダブルダブルでバーディーで取っても同点サドンデス。サドンデスまで行きたい。バーディーで勝ったらサドンデスね。じゃあちょっと打ち合わせしようか。でしたいぐらいなんですけど、草むら行きちょっとあっちに。そうね。さあ、そんな最後はパー5です。パー5です。バンカー越えました。越えた右のラフ。ナイスナイス。うん、しましまのポールの方に打ったので3打目いよいよ運命の3打目です。頑張ります。220ヤードぐらい。ピッチングで打ちます。よいしょ、うん、合わせてきてくれてありがとう。一緒に互角です、互角です。ここまではちょっと見せ場をグリーンに入る体勢入ってません？でもちょっとミスショットだった。噛んだ。めっちゃもっと噛んでもいいのに。もうインパクトのキスお願いだから左に今曲がるなと思ってぐしゃってやった。難関をね、まあ気にはなるよね。ならないけど、入んないけど、入んないけど気配は感じる、ね、気配を感じちゃったら入りそうで、ね、それ以上フェイスが被らないように。はい、めちゃめちゃごまかしました。ズズズってね。お願いってね。お願いってだからこの動画はスローで見ないでください。インパクトゾーンをしっかり押さえてみてください。見ないでください。なるほどね。今 YouTube って再生速度変えれるじゃないですか。変える変える。ぜひ変えてみてください。いや変えないでください。スローモード、スローモード。ダメダメダメ。さあ、こっからですよ。なんかこれ121とかでもいいの。あ、違うわ。プラス10のフォロー。そうだね。
大丈夫しやがる。情報が多い。田中由紀選手対藤井美沙子選手、はい、結果を発表したいと思います。田中由紀選手、はい、獲得ポイント5ポイント、はい、藤井美沙子選手、はい、獲得ポイント1ポイント、はい、勝者頑張りました田中由紀選手です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、勝利した選手にはマイケル長谷川さんより賞金5万円が与えられます。おめでとうございます。ありがとうございます、はい、今日のためにめちゃめちゃでかいこれ入りきれないですか画角におめでとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ちょっと大きすぎて、はい、大変申し訳ないんですけど会社の方にはちょっと持っていただけて支えていただいてもらってこれがあの、ね、コメント欄にひどすぎるって書かれてたら関係なくて本当ですよそれではですねインタビューに移りたいと思います、はい、まず本日戦っていただいた、藤井美沙子選手試合を終えてどうですか、はい、もうね田中陣バーディー取りすぎです頑張ったんですけどでもすごいいいバーディーをたくさん見れたし、うんまあ、ちょっと刺激になったのでまた練習頑張ろうと思います。はい、お疲れ様でした。次に本日見事勝利を収めました、はい、田中由紀選手、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。一言お願いします。はい、1ヶ月ちょっと前ぐらいから、まあ、シング変えてたんですけどそれが最近ハマり出したのであと今日はいつも入らないスライスラインがたくさん入ってくれたので、まあ、勝つことができました。これを糧にまたあのレッスンもそうなんですけど自分の技術アップも頑張っていきたいなと思います。ありがとうございました。はい、両選手も最後までありがとうございました。ありがとうございました。はい、リンゴルフアレンジマッチプレー対決を、ご視聴いただきありがとうございました。今年度の開催賞金スポンサー様もまだ募集しておりますので興味のある方は詳しくあの概要欄をご確認お願いします。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。